夕張リゾートは夕張市でスキー場のほかホテルやレストランなどを運営していましたが破産申し立てをすると発表しました理由として新型コロナウイルスの感染拡大を挙げていますホームページには冬には客を迎えられると見込んでいたが収束の見込みが立たず事業継続が困難となり廃業し破産申し立てを行うことを決断したとしています 夕張市の厚谷司市長は突然の廃業通知で遺憾不誠実な対応と述べ再開を目指して関係各位に働きかけるとコメントしています。